やっぱり今回勝ったのもですね、ソニーなんです。どうもミリオネアのウェディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今回はですね、そうなんです、言ってきました、ソニーストアということで、まあまあ YouTube ライブではまあ言ったんですよ。毎週木曜日ぐらいに、毎週、まあ各週木曜日ぐらいに最近 YouTube ライブやってるんですけど、そこでね、まあ、報告ではないけどしたんですけれども、まあ、カメラ買いましたと。で、そうなんです、カメラ買ったんですけど、その YouTube をやるものとしては面白くはないタクを踏んでるんですが、これです、デレン FX3 でございます。ソニーのね、逆やん、こっちな、こっちこっち、はい、ソニーの FX3 をね、もう一台実は買いましたということですよ。で、これね、FX3 をこいつ YouTube やってんのに同じカメラ2台買って、でまたそれやんのっていう、その FX3 買いました報告やんのみたいな感じやと思うんですけど、まあそうじゃなくてですね、ちょっとまあ今回 FX3 2台目買ったんですけど、2台目買った理由とかをちょっとある作業しながら、まあちょっと皆さんとね、いろいろ共有したいなと思ってまして、でそれがまあ何かと申し上げますとですね、やっぱ FX3 って、まあ、今もこれ FX3、まあ、1台目の FX3 で撮ってるんですが、要は FX3 ってその30も共通なんですけど、そのままやと割と使いにくいとか持ちにくいんですよ。ちっちゃいんで、ちっちゃくてめっちゃ性能いいねんけど、ちっちゃいがゆえにちょっとこう手に馴染む感じ作り上げんのむずいから、やっぱりね、1台目と同じ感じにしたいんですよ。わかるんですよ、そのなんそうですよ、タクとしては思んないですよ。思んないタクで買ってるけど、なんで思んないタグで買ったかっつったら、そもそもなんやけども、やっぱりこう業務的なことを考えるとおもろいタグ取ってる場合でもないんですよね。だから FX3 とまあなんかね、他のカメラ使っててもよかったっちゃよかったんですけど、例えばそれこそね、 α7S3 とかでもよかったんやけど、やっぱりね、これね、ずっと僕ね、ライブ配信とかでも言ってるんですけど、どう考えても FX3 と α7S3 で出てくる色違うなっていうので、なんかね、微妙にやりにくいなっていうのがあって、でこっから僕夏に向けてとか秋口にも結構海外に行く予定がポンポンと入ったりして、で万が一ね、なんかこう海外とか行ってちょっと FX3 トラブってちょっと修理出さなあかんとかなったら、いろいろ困るなって思って、今回全く同じ FX3 2台目を買ったっちゅう話です。で設定とかはやっぱりね、まあまあ一から、まあ、ある程度今使ってるこの FX3 僕ちょっと手に馴染みやすいというか、まあ、ショートカットとかもある程度変えてるんですよね、自分好みに。でその自分好みにある程度 FX3 はまあカスタマイズしてですね、でそこから問題はね、外面なんですよ。外面そのままやとね、あまりにもちょっと FX3 可愛すぎるということで、ちょっと見てみましょうか。 FX3 の外面ね、これです、ちっちゃい、この感じね。 FX3 これ2台目なんですけど、いいね、やっぱり。まあもちろんね、その1台目買った時ほど正味テンション上がるかと言われたら、ぶっちゃけそんなことはない、それ仕方ない、それ仕方ないんやけど、まあでもね、この FX3 っていう、まあ仕事で使う上ではもうこの上なくやっぱいいカメラなんですよ、このカメラって。もう言うまでもなく、僕は写真っていうよりはやっぱ動画の人間なんで、動画を撮る上でやっぱりね、今のところ FX3 以外にタクが自分の中でないっていうのが、まあこれが本音でございますので、今回はこの FX3 をね、まあちょっと僕がまあどのように外面含めてちょっと改築していってるのかっていうところをね、ちょっと改造というか、まあ、外面つけながらですね、まあ、今回はぜひ紹介していこうと思います。で今回ね、これ FX2 台目買ったっていうのをティルタの方がね、見てくれてたんですよ。で僕ね、これさっき言っとくんですけど、もう今のこの FX3 もそうなんですけど、リグね、組んでんのティルタなんですよ。でこのティルタのリグっていうのを異常なまでに僕信用してて、っていうのもまあなんでそれが信用してるかっていうのも後で話するんですけど、ティルタのリグっていうのが多分 FX3 と FX30 にすごい最適解じゃないかなと思ってて、 FX3 をすごい使いやすく、 FX30 もそうなんですけど、カスタマイズできるので、今回なんとティルタさんがね、見てくれてたんですよ。 FX3 2台目買ったみたいな、嬉しなって。大体こんなん YouTube やってる人って初めてこの YouTube の動画で報告するもんなんですけど、まあそんな別に2台目の FX3 やからパンチないやろ思って、別に SNS とかには書いてたんでね、なんで YouTube ライブでも言ってたんですが、それを見たティルタさんが、なんとありがたいですよ、これありがたい、僕がね1台目この今撮ってる FX3 につけてる全く同じリグを実は送ってくれました。でこれ 4SONYFX3FX30 の2023年モデルかな、2023年新しいね V2 というモデル、プロギアウィズインリーチって書いてます。
まあ、このリグつけて FX3 完成させていこうかなと思ってます。その間、まあね、ちょっとこうリグ作りながらですね、ちょっといろんな FX3 の思いであったりとか、何ね、 FX3 とか30悩んでる人ほんまええでっていう話をねちょっとしていけたらなと思いますので、ちょっと早速ねやっていこうと思います。でちょっと別にその俯瞰カメラとか用意してるわけじゃないですけど、まあ、こんな感じでね、まあ大まかリグこんな感じであるんですよ。これこの感じね、こういうリグがねあって、これをね単純にはめるだけなんですよね。でこれのいいところ、ティルタのね、このよくネジとか回すやつあるでしょ、ネジとか回すやつがこれね、マグネットでここわかるかな、ここにね下にねくっつくようになってるんですよ。なのでこれでねネジ緩んでもすぐ締めれるとかっていうメリットが大いにある。でしかもこれ Amazon で2万ぐらいで売ってるんで、19,999円やからギリ2万円切ってるぐらいなんですけど、あとねトッププレートとかついてるんですけど、こういうねトッププレートはね僕つけないんですよ。なんでかっつったら、トッププレートつけちゃうと Vlog とか撮るときに、僕マルチインターフェース集かな、合ってるかな名前、マルチインターフェース集でソニーの ECM-M1 っていうやつをつけると、ソニー純正マイクね、それつけるとあのね4チャンで撮ったりできるんですよね。でケーブルいらんってなるから、ここのねホットシューの部分は開けときたいんで、このトップハンドルはつけずに、まあ外観横と下とかをつけていくって感じです。なので全然ね実は難しくないんですよ。でカメラ見た目めちゃくちゃ大事やと思ってるんですが、僕の中ではやっぱりいろいろ見た結果、もうだいぶリグに関しては見たんちゃうかな、まあ、かなりの数見たんですけど、やっぱねダントツでねティルタがかっこいい、マジで。そうこれこれこれ、この感じね、この感じでつけれるやつ、ほらもうこれで、あとネジつけるだけでつくんで、ティルタはね正義よ本当に。あの見た目かっこいいし、堅牢性あって、やっぱりなんかね、まあいろんなメーカーねすごいこう一緒にやらせてもらうことが増えたんですけど、僕の中でティルタってすげえやっぱこうね信頼感のあるというか、なんか製品としてすげえ安心感があるイメージ、いわゆるそのねプロユースとかあるじゃないですか、そういうのでもねすごくまあ活躍してるというか、世界に羽ばたいてるというか、まあそういうところでですね、 FX30 と FX3 か使ってる人はマジでこのティルタのリグガチで使ってほしい、ほんまに。つけながらやっていきますけど、やっぱりねあの FX3 と、まあ、他にもカメラ悩んだんですよね。結局いろいろ他にもなんかいいカメラ、まあそれこそ GH7 か、パナソニックルミックスの GH7 もいいなとか思ったんですが、思ったんですけれども、ちょっと今回はちょっと自分的にはどうしてもなかなか外せなかったのがこのまあFX、 まあいろんな便利な部分ありますよ。そら GH7 とかはそれこそ 32bit 収録がね、まあキャノンつけたら、まあキャノンつけんでもどうやらなんかやろうと思えばできるらしいんですが、そことか魅力的やったんですけど、やっぱり例えばその最近はアシスタントの子とかがありがたいことにいてくれる現場が多くてですね、ってなってきた時に一番大事なんて、その操作性を一緒にしてすぐに、あこれでちょっと撮っといてほしいっすって言えるかどうかって僕の中でかなり大事なんですよ。僭越ながら、マジで僭越ながら、僭越ながらね、そういう風にちょっとこう 言わせていただくのが個人的にはすごい大事になってくるので、なので FX3 で統一して、で何かあった時に FX3 メインでサブ機を FX3 にするみたいなね、そういうのがねやっぱり自分的にはすごくやっときたかったことというか、やっときたいことなんですよね。なので今回はちょっとまあこの結局 FX3 2代目にしたんですけど、あまり後悔はない。そして価格は上がっている、ここはびっくりした。僕初めて FX3 買った時、元値で言ったら50万ぐらいやったはずなんですけど、もう53万になってんですよね、元値でね。元値で53万ぐらいになってて、でそこにもかなり驚いた。高なっとる。あのねカメラはね結構ね、やっぱ買おうと思えたタイミング、特にこの手のね買い物はね、やっぱりね買おうと思ったタイミングでしといた方がいいかなと思います。で実はこれでもリグ僕の中ではもうついたんですよ。他別に一旦大丈夫かな、他一旦ねこれぐらいのセットアップでいいんですけど、でこれでね一旦リグつきました。でねこれね前までのモデル確かこのハンド
ベルトみたいな、ハンドベルトみたいなのあったんですけど、これがね新しいモデルなぜかついてないので、これに関して僕実は買ってます、別で。でこれ別のちょっとね、今自分がいろいろ機材置いてる倉庫にね置いてあるんで、これはちょっとまた明日明後日ぐらいにちょっと取りに行って、それはつけとこうと思うんですが、リグとしてはねこういう感じでもうつきました。でここにもね、シューつけれるとこがあったり増えたりであったりとか、結構拡張します。でここの4分の1ネジがあったりとかですね。でここにロッド刺して、まあ、ジンバルトを組み合わせてあったりとか、フォローフォーカスと組み合わせてであったりとかっていうのをしていくっていうのが、まあ、すごい大事になってくるかなと個人的に思います。なので FX3 と FX30 のユーザーに関してはマジでこれ合わせて、このティルタのこれはねガチで僕ずっと使ってるやつなんで、もう FX3 買ってからずっとこれつけっぱなしというか、これ外すことないんですけど、でねこれのいいところってジンバルでバランス余裕で取れるっていうところなんですよ。このリグ、このリグだけでいくと全然ねバランス取れちゃうし、あのねも持ち具合もかなり安定します。これないとやっぱりちょっと僕的には普通に手持ちで持つ分にはちょっとしんどいというか、まあ見た目はね可愛いんですよ FX3 って。でもやっぱこれつけとかないとちょっと落としそうやなっていう不安があるので、落としたらシャレならんので、これはつけてるっていうことですね。でこれはね普通に買ったんですけど、これもつけときましょう。これはねちょっと、ファルカムのクイックリリースプレート、僕最近ね この前紹介したんですけど、ファルカムのねクイックリリースプレート、これ F38 シリーズでカチッカチッとストラップとかはめれるやつなんですけど、これがねめちゃくちゃ便利。これ一回使ってまうとね結構こっから離れられへんくなるやつ、これを FX3 のこの2代目用にも買っといたんで、これねアルカスイスになってるんですけど、あーこれストラップあった方が分かりやすいか、ちょっとストラップ持ってこようか。でねこのねベースプレートなんですけど、これベースプレートのいいところが、これね手前に後でまあ写しときますが、引っ掛けあるんですよ。ちょっと緩んできてもここずれないんですよね底面が。でまあ例えば従来やったらカメラストラップをここにこうこのね上側からつけてこうかけてたでしょ。でもねこれねつけてあげることによって、このファルカムの F38 シリーズやとここにねつけれるんですよ、底面につけれるんですよ、こういう風につくっていう認識で。これ何がいいかって言ったら、あのね一番怖いのが、これ僕 F38 紹介した時にも言ったんですけど、このねバリアングルモニターに対してめっちゃ有効。ここにねこの上部からストラップ垂らしてる人分かると思うんですけど、経験したことあると思うんですけど、ここのバリアングルの隙間とかにあのねこのストラップ引っかかってギュインってなりそうになる時があるんですよ。それがね非常に危険で、知り合いもそれでストラップギュインってなって、ここのFX3 のモニターガバガバになってたんですよ。なのでそれちょっと怖いからこの F38 のプレートにしました。でこれは勝手にロックかかるからもう落ちることもないし、ここかなり頑丈になってるのですごい不安を消してくれる。やっぱり50万ぐらいするカメラやから安全性はちゃんと確保してあげないとちょっとね怖いなっていうのがあるので、これを買いました。っていうわけで、まあなんとなくざっくり話してきましたが、僕の FX3 簡単にリグで完成しましたっていうことです。でこれでまあなんとなく僕のあとはハンドストラップだけつけてしまえば FX32 代目として完成なんですが、あのねやっぱりね2代目を FX3 にしてよかったなと思いました。結構悩んだんですよ、いろいろ BMCC6K とかもおもろいなみたいな、なんかそういうところにもなってたんですけれども、でも結局なんかいろいろ考えた結果、さっきも言ったようにいろいろ日常的にこう撮影とか最近いろいろ行ってるんですけど、そういう中でやっぱり FX3 が動画機としてはいろいろ強いし、なんか2台あった方が共有も楽やし、全部においていろいろ円滑に撮影を進めていくんやったらやっぱ FX3 かなと思って、 FX30 でもいいかなって一瞬よぎったんですけど、いやーでも FX3 かなみたいな、ちょっとねノイズ感とかがちょっと FX30 怖くて、でやっぱり FX3 っていうところに落ち着きました。実際問題12800のねデュアルネイティブ ISO っていうのはやっぱり便利やし、まあ普段の仕事でめっちゃ使うかって言われたらあんま使わないんですけど、12800、まあ僕 Vlog とかも撮ったりとかするんで、そうなった時にやっぱり FX3 の強みっていうのをかなり体感してきたっていうのがあるので、頭見た目めっちゃ好きっていうのはね、見た目めっちゃ好きっていうのもあるし、単純に出てくる映像もめちゃくちゃいいしっていうところで FX3 2代目にしました。なので冒頭にも言ったけど、 YouTube 的には全然思んないけど FX3 2台体制でねこれからもちょっとやっていこうかなと思います。マジで
なんか FX のそれこそあの後継機が出るかもしれない問題とかね、なんかいろいろ噂されてるじゃないですか。ちょっとあんま分かんないんですけど、その辺分からんけど、でも今の現状的に僕はもう別になんかそこなんか、うわ次出るかな次出るかな言うて1年間出えへんかった時えぐいから、そう考えたらもう今ね FX3 買っといて、まあ2台あって最悪まあ次の機種が出たらこれ手前の打ってでちょっと買い足すみたいな形ででもまあいいかなと思ったので、ちょっと今回この FX32 台目を買いましたっていう報告じゃないけど、報告プラスこれですよ。マジで FX シリーズ使ってる人にはおすすめ3と30ティルタワーエドっていうところで、まあ皆さんぜひね、概要欄にも載しとくんで、ファルカムの F38 シリーズと合わせてですね FX3、FX30 を頑丈に守っていってですね、でよりね快適な撮影ライフを楽しんでいただけたらなと思っております。ちょっとね、まあ、今回は軽めのラジオ感覚ぐらいの感覚の動画になりましたが、ぜひね皆さんにとってこのティルタのリグとか知らんかった人はぜひね、生身で使ってる人は守ってあげるためでもね、ちょっと検討していただけたらいいかなと思います。というわけでミリオネアで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけども、今目指せ10万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。